モニカラジオ。皆さんおつもに、キリガヤ東海役の菅田ひなです。皆さんおつもに、広町ななみ役の西尾優香です。はい、ということで、この番組は私たち2人が番組を通して様々な企画にチャレンジしながらバンドとしての絆を結んでいき、輝く景色にたどり着くために成長していく番組です。はい、はい、4月もあっという間に終わりということで、ねえ、もうだって 1,2,3,4 これ4回目だから。そうよ、よ、あ、そうだね、だって1ヶ月だもんね。何ね、バカのこと言ってるんだろう。そうね、正解合ってるよ。合ってたよ、合ってる、合ってる、さすが。はい、合った、合った、まあ私だからね、うん、よし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 ということでね、はい、今週もあまねちゃんがなんとゲストでね、うん、お、なんか存在アピールしてきたぞ。なんか来たよ。うん、なんだなんだ仲間に入れてあげよう、ね、入れてあげよう。ゲストでね、やってく、はい、来てくれているということで、もうね、早速始めちゃいたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、今回もスタート。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。改めまして、菅田ひなです。西尾優香です。まだだよまだだよそして今週もこの人が遊びに来てくれています。はい、どうぞ。はい、おつもに倉田真白役の新藤あまねです。イエーイ、ようこそ。そうね、オープニングからね、ひょいひょいと、ね、ひょいひょいとアピールしてね、真白ちゃんもドンって置かれたしね、ドンってね、あ、返してあげよう。ね、まあね、第3回目に引き続きあまねちゃんが第4回目も来てくれるということで、はい、本当はちょっとくっつきたいんだけどね。そうなの、心の距離だけはちょっとくっつけとこうよ、これ。そうね、一緒一緒、うんうん、あまねちゃんも入る入る入りたいな、おいでー、入りたいな、おいでおいで、せっかくだから真ん中行こう、真ん中行こう、やったー、あ、いい感じじゃない、うん、ね、心の距離はこれぐらいです。はい、はい、でもね、ちょっと諸事情でね、近づけないから、いろいろあるからね、まあ、でもその分、たくさん喋っていこう。うんうん、うん、ね、そうだ。ということで、ここからは3人への質問をですね、あのスタッフさんがご用意してくれたので喋っていきたいなと思います。はい、何にしようかな。そう、いや、でも最近、こうね、家でどんな風に過ごしてますか。何してる普段。私はね、そのひどくなる前に、ほいほい、そう、ひどくなる前に絶対にスイッチを手に入れるって思ってて、散歩がてらいろいろ行ってたんだけど、うん、ダメだったんですよ。だからもう諦めて、うんうん、プレイステーション始めて、へー、そう、もうね、うんうんうん、島なんてやらない。あそうよ、別バージョンを4年もやっていたけど、4年もやっていたけど、そうだから、あ、じゃあ、うんうんうん、4年間やってたあれをやろうじゃないの、うんうん、で、あの家の中探したんだけど、うんうんうん、3DS どっかに行っちゃうしソフトもどこにあるか分からない。でもね、多分 3DS に刺さってるの。あ、じゃあ本体見つけたらね、そう、でもどっかに行っちゃって、どっかに行っちゃったの。この機会にね、ちょっと探して、そう、ね、うんうん、そうだからね、家でしてること、あ、でも結構エクササイズしてる。お、すごい、いいじゃん、そうなの、いいこと。やっぱり動かないと牛になっちゃうって、うん、牛になる、小さい頃から言われてるから、うんうんうん、じゃあ動こうと思って。おー、すごい、いい試み、いいこと、いいことよ、素晴らしいよ、うん、あ、スイッチでね、ちょっと運動できるソフトがあるんだ。あー、あるね、うん、それもやってるの。持ってる持ってる、え、すごい、やってないけど持ってる、やってないな。いいな、恵んでくださいよ。そう、え、じゃあそれしなかったら何やってんの、ゆうちゃんは。いや、私は、うん、いや、今はなんだろう、ゲームはね、スマホ系の方が多いかな、うんうん、あ、あ、そうなんだ。でもよくなんかゲームやってるイメージあるわ。ある、うん、そんなやってる。タブレットいじってるよね。そう、タブレットいじってる。あ、そうね、私のタブレットはなんかゲームを見るか動画を見る用の板になってるから。あー、そうね、すごい、うん、じゃあゲーム三昧の日々かね。休み何してる。いいね、私ね、本当にね、後期から自分で振ったのもあれなんだけど、うん、本当に寝てんのよ。あ、え、でも分かる。何もしてなくて、うん、びっくりするぐらいに気づいた夕方みたいな。いや、なんか私
最近必ず昼寝してるもん、家にいるお昼寝ってすごい気持ちいいよね、うん、幸せよね、うん、幸せ、ね、お昼ご飯食べてポカポカのちょっと太陽浴びながらクッて寝るの幸せだよね、うん、幸せ、そう、それやったらやめられないよね、最近じゃあお昼寝してます。はい、じゃあ次、はい、どれにしようかな、 何がいい、あ、じゃあこれ聞きたいかな、うん、お弁当に入っていた定番のおかずは、あ、いやでもね、これはね、うん、モルフォニカって感じですよね、あ、確かにね、やっぱりね、タコさんありました、あと、オマールエビとかのね、ローストビーフね、そう、ありましたよね、うん、何、私はね、うん、え、私何入ってたの、おや一番現役近いんだけどね、今張り切ってたのに、やっぱり給食が多いから、幼稚園の時からずっと給食だったから、あ、じゃあお弁当で食べるタイミングある？全然ない、 あ、ないんだ、私がなんか、私あんまり手作りの卵焼きが好きじゃなくて、そうだからなんか業務用スーパーとかに売ってる、うんうん、もうできた卵焼きがあって、それを入れてってずっと言ってたから、それかな、作られた卵焼きね、そう、あるんだね、すごい知らなかった、なんかお母さん悲しくなりそうだけど、絶対見てるよ今ごめんねあ、ウインナー、ウインナー、あ、ウインナーね、うん、タコさんウインナーみたいな感じ、そう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 、うんうんうん、それも入ってた、タコさんなってるの、なってない、なってないあら、まあ、でも毎朝作ったりするとね、まあね、まあ、リアルに考えるとね、普通のウインナーでもね、そうそう、十分美味しいよね、うんうん、え、おゆちゃんは、私は、うん、なんか唐揚げ、あ、が一番好きだったな、唐揚げはちなみに冷凍とかじゃなくてちゃんとお母さんが揚げてる、うん、揚げてる、あ、よかったよかった、揚げてるんだけど、なんか殻が独特で、うんうん、なんかパリッパリってわけでもないし、うんうん、しなしなってわけでもないみたいな、なんて言うんだろうね、絶妙なの、ギュワ、そう、なんて言うんだろう、いや、でもね、わかるよ、わかんないよわかるよ、わかんないよなんかたまにコンビニのでない、あ、でもね、そういうのとはなんか違うの、え、何、カラデスっていうものはあんまりついてないんだけど、いや、もう西尾家特有の唐揚げなんだよ、多分そうなんだと思う、そうだよね、うん、え、食べたい、あ、今度じゃあ作ってもらうわ、わー、やった、私は作れないからお母さんにおゆちゃんさ、よく食べてるさ、うん、あの唐揚げみたいな食感じゃないの、あー、あの鶏の印のね、そうそうそう、レッドのやつね、クンがつくやつね、そう、じゃあ、あれとはまたちょっと違うんだけど、あ、違う、そうそうそう、じゃあわからないよ隣でなんだろごめんね、めっちゃ考えてた、毎朝食べてるんだけど、めっちゃ食べてる、え、そう、え、バンドレンでもレコーディング、うん、レコーディングじゃない、あのアフレコ、うん、でも食べてる、え、嘘、食べてたよ、え、もう忘れたじゃあまた食べてくから見て、分かった、見とく何が好きだった？え、なんだろうね、え、割と結構母親ね、凝ってくれるタイプで、お弁当、なんかあるんだけど、いろいろ好きなんだけど、うん、オムライスとかすごい好きだった、あ、なんかオムライスを毎回、あの、なんだ、卵があるじゃん、うんうんうん、で、そのまま乗っけるんじゃなくて、うん、なんかお花柄になんか切り取ったりとか、すごい、そう、なんかキャラ弁みたいなのを作ってくれやすくて、オムライスだと特にすごい、それはすごい印象に残ってる、好きなんだよね、いいね、いいでしょ、ロッキーいいでしょ凝ったお弁当だね、そう、キャラ弁作ってもらったことないかもしれない、え、ほんと、うん、私作ってもらったことある、 あとね、自分の好きなキャラクターの名前の漢字だけ言っといて、うんうんうん、それをノリで作ってもらった、すごいすごい、でもノリで作るの大変だからね、確かにね、うん、そうなんだ、おもろいな、すごいね、はい、はい、ということでいっぱい喋りましたね、はい、うん、ということで本日の紹介は以上です、はい、この後は3人でコーナーをお届けしていきますよ、バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、輝く景色見てみない、輝く景色にたどり着くため一生懸命活動しているモルフォニカ、そのためには様々なシーンで輝いた瞬間、つまり世の中のブームや流行のことを知っておいた方が良いはず、ということで古今東西様々なシーンでの流行についてクイズ形式で勉強していくコーナーです、はい、今回はね、うん、せっかく
来てるからね、あまねちゃんにも参加してもらいたいと思います、うんうん、なんかさっきの打ち合わせの時に、うん、なんか人生何回か繰り返してるからなんか余裕だみたいなことを言ってたんだけど、ね、自信ありますか？ないです。え、なんでさっき言ってたじゃん。なんでいや、他人から人生絶対 3,4 回は繰り返してるよって言われてて、うんうん、あ、そうなんだって思っただけで、うん、自分ではあんまり自信ない。あ、そうなんだ、自信あるのかと思ってた意外となぜか昔のことを知ってるからね。かもしれない。そうだね。じゃあね、あまねちゃんにも頑張ってもらって、うん、いきましょうということで挑戦していきます。はい、今回もね、スタッフさんが例題を用意してくれたのでそちらを紹介します。はい、はい、ではまずこちらの問題です。ダダン。はい、1990年頃にファジー家電というものが流行しました。へえ。その中でもファジーレンジは当時としては画期的な機能が搭載されていて話題となりました。うん、今となっては当たり前の機能は何でしょうか。今はもう当たり前なんだっぽいね。ファジー家電って初めてまず聞いたんだけど、ファジーって何。知らない。ファンタジーみたいなファジー。はい、じゃあみんな書いていくよ。でも今となって当たり前だから、うん、あれよ、今のオーブントースト、オーブントーストじゃないや電子レンジを思い返せばいいのよ。今当たり前なんでしょ。見えないように。そう、見えないようにね。ファジーおゆちゃんが一番悩んでる。真面目にちゃんと考えてるんだ。電子レンジさ、だって、え、そんなにやることいっぱいなくない。いや、だってほら、もう隣ルンルンだよ。まあ、私分かったわみたいな。やっぱり人生何回か繰り返してるからね、余裕なんだわ。さっきまで自信ないですとか言ってあ、でも、あ、これかも。お、お、ついに、ついに筆が進んでいる西尾選手。いけるで。お、走り抜けていく。書いていく。おい、書いていく。ちょっと待って。はい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 。いや、これいけるじゃんって聞いたことないよね。聞いたことある、うん、ないないないよね。もう人生繰り返してたもんな。あ、ないかじゃあね、まず回答を発表していきましょう。はい、せーの、ドン。はい、じゃあ私から読んでいくよ。はい、ワット数を変えられる。あー、ありそうでしょ。おい、うん、電子を振動させる。よくわからんえ、でも電子レンジそういうもんだよ、うん、え、あ、電子、分子、分子かな。あれ、わかんないや。まあ、いいや、わかんないよね。はい、うん、私もね、同じでね、ワットとかのワット、うんうん、そう、一緒、一緒だね。そう、一緒一緒。ここは似ているという、ちょっとな高度な考えを逆にされているということで、正解を見ていこうと思います。はい、はい、正解はどどん自動で温めてくれるでしたえ、なんか昔は自分で時間を設定しないといけませんでしたが、温めボタンを押すだけで自動で中身を読み取って適当にしてくれ、適当にね、やってくれるっていうのは画期的な機能でした。だって当時、ちょっと当たり前すぎて思いつかなかったね。うん、じゃあファジー、ファジーはそういうことなのかもしれない。知らないけど、なるほどね。なるほど、こんな感じでどん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 やっていくよ。うん、次、おい、次次、ダダン。はい、平成5年にサッカー J リーグが開幕したタイミングで流行ったミサンガプロミスリング、あ、ミサンガ、うん、プロミスリングとも呼ばれる、これを手首や足首に巻きつけておき、あることをしたら願いが叶うと言われてました。はい、さて、そのあることとは。これ簡単じゃない。これはいけますね。え、あることとは。え、ミサンガはわかる。ミサンガ、あ、待って待って待って、うん、単純に考えよう。うんうん、オッケーオッケーオッケー。でん、よし。いや、これはね、いけそう。え、でもプロミスリン、あ、プロミスリングね。知らなかった。プロミスリングとも呼ばれるんだ ね。まずそこよ。そう、それは知らなかった。じゃあみんなかけたようで、はい、いきますよ、どうぞ。じゃーん、はい、お、私は手首とかにつけて切れるまで使う。お、切れたら、お取れたら、お、あ、ちょっとニュアンス違うんだね。ニュアンスはね、ポロって取れるわけよね。ポロって、なるほどね。なるほど、まあ、はい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 、でも似てる、似てる、似てるけどね。そうそうそう。じゃあ、いきますよ、回答はこちら。はい、自然に切れた場合。あ、じゃあこの辺来たんじゃない、取れたら、ね、これは、これは取れたら違う。うーん、切れるっていうワードだと厳しいよ、私。切れるっていうワードが切れるも取れるも一緒じゃない結び目がさ、ヒュイってなったらさ、もうそれで終わりじゃん。でもこっちはね、ちぎれるって意味なのよ。ぶちってちぎれる。
この擬音語トレインでしょ、ブチだから。そんな可愛いもんじゃないから、ブチだから。そう、なんか自分で引っ張って切ることはダメとされているので、うん、何ヶ月もつけてボロボロのミサンガをつけている人が多かったって。だからやっぱ本当に切れちぎれるまで使うってことだね。そう、取れたらもう一回つけなきゃダメ。そういうことよ、結び直しなさい。はい、次行っちゃうよ。次かっこいい。じゃあね、行くよ。はい、1990年代前半の若者言葉。お、うつりー。え、なに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 、どうした、なに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 、もう一回行く、恥ずかしい。いくつ。1990年代前半の若者言葉、うん、うりつそれってどんな意味？知らないよ。ウリツーです。あ、しかもさ、ウリがひらがなで、ツーがカタカナなんだね。カカ、はい、私はこれをうつりって言いました。あ、つーや。ウリツー、めっちゃ熱くなっちゃった。ウリツー、ウリツーって何？ウリ、ウリ、あ、分かったかもしれない。天才じゃん。無言。そう、ラジオで、これはラジオです。これラジオです。喋らないとダメです。ね、できた。じゃん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 。できた。できた。はい。できた。できた。よし。じゃあ行くよ。はい。せーの。ドーン。何で書いた？うりうり。通車とったら。めっちゃタコちゃん。めっちゃ。はい、私はウリ2つです。なぜかツがカタカナだけど。へぇ、で、まあ、どんだけ的なテンションでウリ2つ、ウリ2つみたいな。そっくりみたいなってこと。なるほどなるほど、一緒です。あ、え、すごい。ウリ2つ、ウリ2つって、これツ、ツ、シシじゃないこれ。ツなの。それは小学校からやり直したのに。だってさ、筆跡的にこっちから書いたでしょ。どっから？こっちから書いたでしょ。うん、だからここかすれてますもん。うしじゃん。うりふたし。うりふたし。じゃあ正解をいきます。はい、じゃじゃん。そっくり。お、お、うりつ、うりふたつ、そっくりだそうです。やったー、すごーい。すごい、まめちゃん三角だよ。なんで、ね、つだよ。どこをどう見てもこれはつです。うしだよ。つです。つなのね。はい、はい、あった、売り二つです。はいはい。そうなんだ、売りつっていうんだ。はい、ということでね、今日は3つの言葉をね、学んでいきました。はい、ぜひこれ今後に生かしていきましょう。生かすところあるのか分かりませんけど、今使ったらさ、うん、フルって言われるだけってことだよね、多分ね。まあ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 、そういう時もあるわね。あるわね。このコーナーでは皆さんからの流行にまつわるクイズをお待ちしております。以上、輝く景色見てみないでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツ、モニカラジオ、絆で乗り越えろ、モルフォニカチャレンジ。私たちがさらに成長していくために、毎回変わるチャレンジ企画に2人で挑戦をし、クリアを目指していきます。今回はね、3人で挑戦していきますよ。ということで、今回の挑戦はこちらです。お、2人の単語で連想ゲームチャレンジ。わでは、ルールを説明します。はい、今回は想像力豊かな真っ白にかけてのチャレンジとなります。2人が出題者、1人が回答者となって挑戦をします。お題として出されたものを2人が2つずつ、お題から連想される単語をスケッチブックに書いていきます。ほいほいほい。なので、もしかしたらね、2人とも同じヒントを書いちゃう可能性もあるんだよっていう。まあ、仲良しだね。そうですね、うん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 。まあ、仲良しすると1人が困るだけなんですけど、うん、そうだね。どっちを取るか。はい、で、時間まで挑戦をして半分以上正解でクリアとなります。はい、では早速やっていきましょう。はいはい、まずは私とすぐたさんが書いて、しんどうさんに回答をしてもらいます。 OK。 はい、はい、じゃあまねちゃん目つぶってもらって。目つぶってね。はいはいはい、わ、はい、かりました。お題確認しました。じゃあ書いていくよ。あまねちゃん、いいよ。なんだろうね。うん、いや、自分の思いついたものも考えなきゃいけないし、うん、何を出してくるかを考えておかなきゃいけないよね、もう一人が。うん、なんだろう、こう
だな。ほい、かけたよ。かけた、伝わるよきっと。これで楽しみ楽しみ。はいほい。じゃあね、まずは私の言葉をですね、マネちゃんに伝えていくよ、うん、はい、ということで、はい、どーん、はい、マリーム、違う、ごめんね、違う、来たんだけど、クリームです、クリームです、クリームです。ちなみにこの2つずつだよ。え、あ、もうクリームでーす。はい、はい、どうしよう、これだけでなんか想像つく、わかる。チームの中にいっぱいあるから。でも、そうそう、これ丸で囲ってあるっていうのがね、大事なの。私はこれも表現してるの。あ、天才じゃない。そうなの、クリーム、クリームがこうなっているっていう、おー、素晴らしい、はい、2個書いてないけど、はい、2個書きませんでした。そしてね、2個か、でん、なになに、かぶっとる。小麦粉とクリーム、小麦粉とクリーム、クリーム大事ってことよ。うんうんうん、クリーム大事。そう、じゃあね、小麦粉、あまねちゃん、はい、思いついたものを言ってもらおうかな。え、せーの、え、ソフトクリーム。はー、なに、悲しいな、悲しいな、悲しいな、はい、ということでね、うん、正解は、シュークリームでした。いや、ほら、丸に比べてる。そう、これそう言われるとさ、え、でも絶対取ってつけたでしょ。え、違うの、これマジで、うん、あのシュークリームの表現をこれで表してたの。いや、それは天才だわ、天才なんですよ、うん、そう、やる、ね、次、はい、わからないよ、次の問題に行きます。はい、おい、では次は次、誰と誰だ、まあ、うん、いや、ひたすらにあまねちゃんが答えるのかな。なるほどね、オッケーオッケー、あ、そう、はい、そうなんね、また目隠しをしてください。お題を確認します。はい、はい、じゃあ書きますよ、次はミスしない。どうし、あ、ごめん、もういい、もういいよ、忘れてた、忘れてた、まだかなって思った。どうしよう、もう書いてるよ、いや、もう、うん、イラストめっちゃ描きたい、もうこれは余裕だわ、お、余裕だわ、はい、絶対伝わる、お、ということで、じゃあ行きますよ、私が書いた2つのワードはこっちです、じゃじゃん、ドン、はい、声優、黒が一般的、あら、もう答え言ってますね、もういけるね、じゃあ私のいらないかな。いる、誰欲しい、誰欲しい、もうちょっとヒント欲しい、欲しいです。じゃあ黒が一般的、声優、もうね、もう当たり前だよね、見せてあげよう。はい、取る、楽しい、お、あ、もうこれはくっついたら、もう、ね、神なるヒント、神のヒントよこれ。じゃあマネちゃん言ってもらいましょう、せーの、マイク、おー、すごい、よかった、よかった、これはかこれはいいね、いや、ちょっとこれで答えてもらえなかったらもうどうしようかと思ったよ。だってさ、他のさ、スタジオとか行くとさ、うん、白かったりするじゃん。いや、たまにあるけどね、一般的、そう、あ、いっぱい、全部とは言ってない、そうか、そこまで読んで、はい、全部とは言ってない、はい、ということで、じゃあ、はい、こちらのコーナーは以上です。おい、2問中1問正解ということで、あ、これは引き分けみたいな感じだね。そうですね、うんうん、はい、次頑張ろう、次頑張りましょう。ということで、リスナーの皆さんからも、頑張って自分はこれができるようになったので2人も挑戦してくださいという挑戦のご提案もお待ちしております。以上、絆で乗り越えろモルフォニカチャレンジでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツ、モニカラジオ、モルフォニカインフォメーション。ここからはモルフォニカやバンドリ関連情報を3人でお届けしていきます。現在ガルパではゴールデンウィーク記念ログインキャンペーンを開催中です。キャンペーンの詳細やその他の情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日にバンドリ TV ライブ2020を生放送でお届けしています。5月7日より放送時間が22時からに変更になりますよ。またミニアニメバンドリガルパピコ大盛りも生放送内で配信をいたします。大盛りになったガルパピコもお楽しみに。そしてバンドリガールズバンドパーティービジュアルブックボリューム3が本日発売になりました。あ、イベ
より「チョコレートは誰のため?」から「新年ことほぐ夢語り」までのカードイラストを収録しています。さらに2019年に開催したコラボイラストや、ツイッターに投稿したイラストを全て収録しています。今回も200ページ以上の大ボリュームでお届けします。はい、そして現在ガルパと森永製菓ハイチュウのコラボキャンペーンが実施中です。対象商品を購入したレシートを専用応募フォームから送ると、今回のコラボのために書き下ろしたイラストを使用したグッズが抽選で2000名様に当たります。なんとイラストにはマシロちゃんもいます。応募期間は4月30日までとなりますので、ぜひお早めにご応募ください。そしてモルフォニカのファーストシングルデイライトが5月27日に発売されます。ブルーレイ付き生産限定版にはデイライトのアニメ、リアルバンドのミュージックビデオとミュージックビデオのメイキングが収録されています。さらに初回生産分には2020年秋以降に開催されるモルフォニカライブイベントの最速先行抽選応募申し込み券も封入されます。モルフォニカ初めてのシングル、ぜひチェックしてくださいね。詳しい情報やその他の情報はバンドリガールズバンドパーティーの公式サイトと公式ツイッターでご確認ください。以上、モルフォニカインフォメーションでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオエンディングです。はい、番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールアドレスはモルフォニカアンダーバーラジオアットマーク響きハイフンラジオドット JP、 モルフォニカアンダーバーラジオアットマーク響きハイフンラジオドット JP です。番組ページにフォームがありますので、そちらから送ることもできます。さらに響きラジオステーションの番組ページでは楽屋裏投稿22時より配信します、うん、ぜひこちらもお聞きください。はい、ということでね、まねちゃん、2回にわたってどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうでした？でもなんか一週目は、なんか思わぬサプライズで祝っていただけて、そして2週目はなんだっけ、何したっけ、まあ盛りだくさんだったからね。そう、スケッチブックでいろいろしたね、そう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 、ね、いっぱい遊んだ ね、なんかいろんなクイズに答えてすごい楽しかったです。よかった、また遊びに来れるの待っています。 ありがとう、これ何、なんだろう、マネダンスありがとう。はい、ということでそれではお時間です。また次回も聞いてください。ここまでのお相手はすぐたひなと西尾優香と新田マネでした。おつもり。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。